新年明けましておめでとうございます。彦根市長の和田博明です。そして無茶振り高山です。無茶振り高山無茶振り高山絶対ガメガメというわけで、この彦根市長チャンネル、本当にあの日頃からご視聴いただきまして、昨年も大変お世話になりましてありがとうございます。まあ、今年もぜひよろしくお願いします。なんかちょっとあの登録者数が少ないと、なんか記事にも書かれて、早速書かれてました。ねえ、いやいや、もうこれもしょうがないんですよ。このね、あの YouTuber と違うんですから、我々行政なので、どうしてもコンプライアンスありますし、そのね、バズるようなことがなかなかできないんですけど、バズっていきましょうか、ほんならもういいですか、無茶振りいっちゃっていいですか。その代わりこう、ものすごい批判を覚悟でいかないと伸び悩みますよ。負けません、批判には。そうですか、いっちゃいますよ。はい、市長、後ろにあるのは、これはあの甲冑ですね。これは青木田甲冑ですね。団組合さんが作っていただいた精巧なレプリカなんですけど、これ市役所の一環にこうやって飾らせてもらってますけども、はい、これがどうされますか。飾り物ですか、これは。もちろん飾り物です。はい、はい、入れるんじゃないですか、これ読んだら。無茶振りな、それはさすがに誰やと思ってるんですか。いや無茶振り高山です。これはね、なかなかね、簡単にちょっと OK が出ない。もっといい赤のないのいいキャラクターがもっと気軽に着れるわかと思います。はい、それをちょっと一遍着させてもらっていいですか。はい、どうですこの赤とない。いやー、これダメです。これはダメです。ダメですか。ダメですか。ちょっと出てきてください。あーもう、いやー、そしたらちょっと着替え直しますわ。はい、やっぱりこれですよ。マジっすか、無茶振りやわ、これ。ちょっと特別に許可をいただいて着させていただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃ重たいですし、これ戦えませんわ、僕は。でもまあまあ、身の引き締まる思いではありますね。これで、登録者数もうなぎ登りですよ。ほんまですか。現在720ぐらいですけども。720ってね、多分ね、市の職員さんって全部小消防さんとか病院さんも入れたら1600ぐらいって聞いてるんですけど、多分見たこともない人が半分以上いるんですよ。職員で登録してない。もうそこはなんとかこう広めてもらわないと困りますね。もうちょっとね、今年はもういろいろと攻めていきましょう。もうちょっとね、あのこういうこともしてですね、やっぱり面白くないと、はい、ね、でこんなことはもう我々しかできんことなのでね、はい、こういうことも含めいろいろと挑戦していきたいと思います。これね、カラータイマーいるわ。3分もたへんわ。ほんまにだよ、昔の人とはこれでほんまにね、こうやってちょっと陣営に待ち構えてやったんかね。ほんますごいですね。それを体験してこその彦根市長チャンネル。そうですね、はい、本当に重たいです。ただまあまあ、あの守られてる感はすごくありますね。はい、この間ちょっとあのクリスマスの撮影ありまして、ありました、ね、あれね、実はね、自分で飲んだんです。あれは僕がサンタ言うとちょっと感じ悪いやつになるかなと思って急遽変えたんです。そうなんですよ、私も見ましたよ。はい、見てたら突然ピッチピチの人が出てきたと思う。なんやろう思って見てたら、あるいコンプライアンスどう思いましたけど、よう見たらしてやから、市長ってこんなことせなあかんのかと。もうね、トップがブラックやわ。ありがとうございます。まあ、というわけで皆さんぜひ、あの今年も面白いことを、あの皆さんの知りたいことを見ていただけるようなことで挑戦していきますので、まずあのチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。でまた声かけもいただけるとありがたいです。市職員さん関連の皆様ぜひご登録をお願いします。700いくつでね、ぜひ見ていただきたいと思います。では今年1年精一杯頑張ってまいりましょうか。はい、はい、また無茶振りしてください。今年は無茶振り高山頑張ります。はい、じゃあ頑張っていきましょう。じゃあ登録よろしくお願いします。お願いします。皆さん、あの今年も頑張っていきましょう。